ヒーローしか見ないお客さんもいる中で、まあ、そういう方たちの前でプロレスをしてこう表現をしてこういつもと違 う, こうリアクションをもらえるっていう、まあ、それはだからプロとしてやりがいがあったり、楽しさ喜びがあったりする場ですかね。すべての人との架け橋。ハンディキャップのある方たちと自分が唯一関われる場所。元気の源のスパイスかな。今はいないセブン、ヤミさんっていうその二人の魂が今もこのヒーローっていう団体には宿ってると思うし、その気持ちを、二人の気持ちをやっぱこれからも大事に戦っていきたいと思う。大好きなプロレスをみんなでシェアして楽しめる。ボイヤがなる、ワンセブンさんが残してくれた言葉。プロレス最初本当に興味なかったんですよ。でも行ける機会があって行ってみたらすごく良かったです。本当にスタッフの方もよくしてくれてたし、こんなに見やすい席で見れるっていうのは僕の人生初めてだったので、いろんな人にもこのヒーローを進めていきたいな。自分はこれだけ体が動くのに何もしないで調整もせずに諦めてるっていうのはやっぱりなんか違うなっていうのが。非日常、私の居場所。もちろん我々だけじゃできないバリアフリープロレスです。だけどこうみんなが力を合わせて成り立ってるからこそできてると思うんですよ。昔猪木さんが言ったスポーツを通じた世界平和、ヒーローってねプロレスを通じた世界平和の第一歩だと思うんですよ。だから矢吹さんのためにもセブンのためにも絶対潰さないで礎を作っていく。